ないくせに無理して起き上がったんだろ。これは沖田君が悪い。君に責任はないんだぞ。想像できる。通常の銃撃であれば摩擦化した肉体に傷を残せる。しかし沖田君の傷は治らん。となれば沖田君が撃ち込まれた弾丸には摩擦の回復力を抑える効果がある。そうとしか考えられん。沖田さんを撃った弾は銀でできていたと聞きます。それが原因かもしれないな。君らが帰るまでの間は私が沖田君を見ていよう。